おはようございます、たくまです。はい、ウルトラマンになりたい男として、早10ヶ月近く活動しているんですけど、ここ最近ね、ウルトラマンになるための努力っていうか、そういう動画を上げてないなって思いまして、そうなんですよね。ちょっと、いや、修行はね、常日頃からしているんですけど、ちょっと動画を上げるってなったら、ちょっとね、今年はウルトラマンの楽しいことが多すぎて、なかなかね、修行をしている動画を上げることができていなかったと。はい、というわけでね、今回は久しぶりにこうやってね、ホワイトボードを駆使して、ウルトラマンのことを勉強していこうかなと思います。そんでもって今回勉強するのはウルトラ文字、ウルトラサインについてですね。ウルトラサインはね、聞きなじみのある方も多いかと思うんですが、ウルトラ文字っていうのもね、ちゃんと存在しているんですね。最近だとウルトラギャラクシーファイト大いなる陰謀で、いろんなウルトラ戦士たちが出したウルトラサインが、ウルトラ文字を用いて使っていたりして、そういうことでね、また認知度が上がっているんじゃないかななんて思うんですが、その辺をね、もろもろ勉強していこうと思いますよ。はい、まずはね、ウルトラ文字について話していこうかなと思いますよ。ウルトラ文字ね、一番有名なのが、はい、こちらですね。タテ、ウテ、キレ。ウルトラマンエース第6話、変身鳥獣の謎を追いに登場したウルトラサインですね。これがね、みんなが一番想像する有名なウルトラサイン、ウルトラ文字だと思うんですけど、今回勉強するのはこれじゃないです。なぜならば、これはウルトラ文字ではあるんですけど、あくまでこれは暗号なんですよね。ナレーションの方でも、だがそれは遥かウルトラの星 M78 星雲からのウルトラ文字による暗号だ、立て、打て、切れって言っているので、これはあくまで宇宙警備隊が使っている暗号、いわゆる記号なんですよね。そうだな、日本人でいうところの漢字って考えてもいいかもしれないですね。そういう捉え方をする人もいるんでしょうが、まあね、漢字を勉強する前にね、皆さんひらがな、カタカナを勉強したと思うので、そちらの方をね、今回勉強していこうかなって思いますよ。で、ひらがな、カタカナに該当するウルトラ文字の説明なんですけど、これはいわゆるローマ字と一緒の仕組みです。まずこのね、あ、い、う、え、おっていう母音があって、で、まあ、家業で説明をすると、家業は、アルファベットの K を子音に置いて、こんな感じでガキクケコって書けていけるわけじゃないですか。もう仕組みはこれと一緒なんですよ。で、ウルトラ文字、ここでちょっと違うのが、このア行、アイウエオにも、子音がつきます。これもね、なんだっけな、不音、不音、なんていうのかな、なんか父に音って書いて不音って読むのかな。後でちゃんと正しい意味は調べてみますけど、こういうものが家行と同じようにア行にもつくんですね。まずその母音のあ、い、う、え、おの部分、そこを書いていくと、これで母音のあ、い、う、え、おなんですよね。ちょっとね、アルファベットの A、I、U、E、O にまあまあ近いんですけど、で、ここからあいうえおって文字を書くんであれば、これだけじゃなくて、こういう記号をつける必要があります。これで、これでようやくあって読めるんですよ。続けていくと、これでようやくあ、い、う、え、おって読めるんですね。で、まあウルトラ文字において、ちょっと難しいのはここだけで、あとは全部、同じ感じで、進めていくことができますと。で、
一応濁音半濁音そこだけ説明をすると、はい、もうたわいもありません、これがまずひらがなのハと同じウルトラ文字で、これをバにするんだったらちょんちょんをここにつける。で、バ行だけこんな感じで縦につけるんですけど、他の濁音の時はだいたい横側、横にこうやってつくことが多いですと。で、ハだったらもうひらがなと一緒で、ここに丸をつけると。うん、こんな感じでね、たわいもないです、意外と。でね、50音を知ることができたのであれば練習もしていきましょう。まず自分の名前を書いてみましょうか。あ、まあ、どったかな、なんだろうな、わかりやすい字だからこそ字の上手い下手が露骨に出そうで怖いな。ああ、やっと書けた。はい、これでアーマーとタクマですね。ああ、道のりが長かった。はい、でね、まあこうやってね、丁寧にめちゃくちゃ時間をかければこうやってね、かけていくことができるようになりましたと。うん、で、こっから読む能力も必要になってくるんですよ。